はい。皆さん、こんにちは。元気なおじいです。今日は2月の11日、月曜日。時刻の方は18時28分です。ピュー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 。はい。そんなわけでね、えー、視聴者投稿の情報になります。ティロリン。はい。えー、アさん、ありがとうございます。501HW が2900円になってるみたいですね。 36ヶ月なら、月々2250円とお得。これにはモナ Wi-Fi も悲鳴ものですね。ということだよね。はい。さすが情報が早い。ね、LINE でね、今日は501と303がね、あの安いようです。明日の9時まで、ね。えー、501HW 日本用ポケット Wi-Fi ね、えー、値下げしたよということで、2月の12日朝9時までね、 ここの値段とといううだそうですで。通常ね裏メニューだと3200円なんだけども300円安いということになりますはいえー、と6ヶ月ねまとめて借りるともっとさらに100円安くなってね2800円1ヶ月ね1年分まとめて払えれば1ヶ月当たり2625円。 2年分まとめてね払えれば1ヶ月当たり2450円そして36ヶ月まとめ払いができる方だったら2250円となっておりますはいそしてねあのーまあ、今回のこの 501HW なんだけれども1ヶ月間だけとりあえずお試しで借りてみようかなと思う方は今回借りない方が良いです なぜかというと、今日は月曜日、締め切りの明日朝9時は火曜日でございます。ね、当然ながら事務手数料が540円かかってしまいます。 これなんだったら、通常の3200円、300円値段が上がったとしても、水曜日、13日の水曜日に普通に借りた方が、あの、300円引きよりも500円引きの方が200円安くなります。そういった意味でね、あの、1ヶ月間だけとりあえず契約する方は、あの、すぐ飛びつかない方がね、いいんじゃないかなと思います。で、あの、まとめてね、あの、6ヶ月とか1年とか2年とか3年まとめ払いする方は、あの、 今のうちに借りりた方がお得な場合もありますで今現在 501HW を3200円のベースでえーと1年とか2年とか3年で申し込んだ方がいたとしたら所持、うん、者の方を1回解約を申し出てこれに組み直した方が トータル的にね、安くなると思います。例えば3200円ベースで300円違うっていうことは、えっ、ー、と、300円かける36ヶ月分違うってことです。300円とか3000円とか36、1万円、1万円いくら、いくらぐらい、あのー、差額が出るっていうことですね。36ヶ月で申し込んでる方は1万円ね、あの、差額が浮きます。 組み替えるだけで。ただし、あのー、C ね、まだ、ついこの間とか、1ヶ月とか2ヶ月の間に、あの、借りた方だったら、その、差額がね、 あの、薄くていいんだけどもね。まあ、あの、3200円ベースで買えた方は、あの、1ヶ月3200円で計算するので、値上げしてるわけじゃなくて、値下げなんでね。あの、月々使った金額が2900円かける、3ヶ月使った3ヶ月じゃなくて、3200円かけるたけ、どっちか高い方で3ヶ月分引いて、残りを全額返してくれるので、3200円ベースで、あの、長期割引で申し込んだ方は、あの、とりあえず解約をして、もう1回組み直した方が、 安上がりです。で、その時に、あの、同じ組み直すんだったら、ね、あの、アカウントをもう一個作り直して、あの、ID 番号の電話番号をね、一番ずらして、あの、新規アカウントを作って、で、新規の300円分のクーポンと、今回ね、昼間、あの、限定のね、300円のクーポン、合計600円分のクーポンをチャージした上で、新たに2900円ベースの501を長期割引で申し込んだ方が、 徹底的に安く組み替えることができます。ね。これがね、あの、賢く使う裏技というかね、あの、賢く使う、ね、表技でもあります。ね。参考にしてください。そしてね、えっ、ー、と、同じように 303ZT。こちらの方も、えっ、ー、と、ちょっとだけね、お安くなっております。えっ、ー、と、303はね、一体いくらになってるのかというと、 303ZT はいえー、3400 30円になっています。こちらの方もね、通常、あのまかないメニューだと、確か3600円だったっけ。今日紹介したばっかりだよね。うん、延長だとね、よく三千0百あこれ普通に3400円ね。うん、えっ、ー、と、そうだね。 これはね303はねいつも3,400円なんだよね。で、これ今日も紹介したけど、これ3,400円だったような気がするけどな、違ったかな。ねまあ、ここら辺はちょっとあのいろいろ大人の事情でたくさん出したいんだろうね、きっとね。<laughs> 303ZT の501だったらどっちも似たようなもんだからね。うん、まあ三30 303の方が、まあ、ちょっと 電波は安定してるとは思うけど、バッテリーの持ちがどうせ良くないだろうからね。まあ501の方が電波はちょっと不安定なんだけれども、まあでもバッテリーの持ちがいいっていうのとワンシグも入れるからね。うん。そうだね。まあどっちがいいのかなシャマ303の爆弾もあるし、501も爆弾があるからね。どっちかな この2900円と3400円で差額が500円でどっちも同じあの100ギガプランなんでねうんこれサンマルさんは使い放題とは言ってもねどれぐらいまで使えるか分からないからねこれね実際ねうんサンマルさんは結構たくさん使っても大丈夫だよって聞いてもえっとたくさん使えた方でも300ギガぐらいであの食堂制限食らったよって情報が確かあったよねののあの 再生リスト 303ZT の再生リストを見てもらえればその辺の情報が、ね、出てくるんじゃないかなと思います、ね、303ちょっとでも安く借りたいんだったら501借りた方が、ね、確実だと思うけどね、うん、でも100ギガ以上超えて使いたいんだったらこの3033400円で使うというのも手なんだけどもうーんまあ微妙だな微妙だな。<laughs> 微妙だな本当ねモナ w i フ f i のね3680円で、あのー、602が借りれるしねで、まあ、100ギガだったら601こっちでもね3600円だからね微妙だな、まあ、303もうちょっと安くなればいいんだけどね3400円だとちょっと微妙ではね長期離割引するんだったらお得かもしれないけどまあそれだったら501使ってるのがね 額年間6000円安く済むんだったら501で我慢するよね。同じ100ギガならね。303はね、運が良ければ200、300使えるんでね。うん。まあ、あの、差額の500円以上はたくさん使う方だったら大丈夫だと思う。で、あとね、あの、ここなんだよね。問題はね。303の爆弾というのはここなんだよね。 YouTube の映像品質を重視する方はお勧めいたしませんというように、あの、当たり外れがあるので、あの、一部の方は動画視聴制限ないよ大丈夫だよっていうし、あの、おじいが確認した時はね、動画視聴制限ね、あの、結構報告もあったし、ね。だからね、わかんないこればっかりはね、爆弾だよね。うん、隊長周りに爆弾だできーバン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 ,バン 知ってるこれ水の流れを忘れた川に力パッパッパパンパッ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 パーはいまあいいやあのそんなわけでアイビデオの情報でしたえっとねまあそこでコメント頂いたねあおさんありがとうございますたたんね もう 501HW ね、2900円よりは安くならないだろうね。で、303は、えー、っとね、この値段はちょこ,こちょこちょこ出てるからね、実際ね。501の2900円は、これはね、あのー、男だと思うよ。うん。で、あと考え方によっては、あのー、どうなんだろうね。Y モバイルが 502HW が2700円からでしょ。で、Y モバイルのエリアは限られてくる。 ね。そして Y モバイルは3日で10ギガ制限ね。7時間の速度制限がある。ね。で、あと地下では使えない。ね。まあその差を考えると、まあ、Y モバイルは100ギガ以上使えるっていう実績もあるしね。どっちが得かわかんないけど、ソフトバンク回線じゃなきゃっていう方は、この501と2900円はちょっと魅力ではないでしょうか。ね。 はい。参考にしてください。以上です。それじゃあ、えっと、参考になったらね、またグッドボタン押しておいてください。おじいでした。バイバイ。ぴょぴょ他の動画も見てちょうだい。ぴょーのぶってちょうだい。ぴょぴょ